よろしくお願いします。でかい、割りっつって分かってるから大丈夫です大丈夫です。こういうね、なんか何等分された時っていうのは、いや分かって、一つの中心角を、円周角でもいいよ、ここ、はい、12等分してるから、中心角なんの、ちょっとだよね。ってことは、円周角が15度だよね。そう分かれば、あとはこの線引くだけ。ここつないで、じゃあここの角度って何個分ってことは、6個分の円周角ってことだよね。90。じゃあこっちは何個分？そうだね、3個分とこことここだ。3個分ってことは何個分？うん。じゃあ残りはってことになるよ。